グリトニルの塔です。普段はギルドマスターや各種族の領主の会合などで使われています。この先は居住区です。特に用事はありませんね。魂が集う酒場です。休憩できるだけじゃなく、クエストを受注することもできます。ここは工房です。武器の作成やアイテムの買い取りを行っています。でも今は調整中で入れないみたいです。冒険に出かけますか？腕が鳴るな。また冒険できるの楽しみ。敵が強くても私が守ってあげるよ。遠距離攻撃は任せて。さて、俺たちの目的地はここから北東にあるダンジョンだな。早速マーカーを頼りに進んでみよう。アスナ、エール王は楽しいよ。キリタ君とまた一緒に冒険できるし楽しいよ。それに妖精になれるなんて本当に素敵。女の子は妖精とかファンタジーのものが本当に好きだよな。ファンタジーっていうのもあるけど、魔法が使えて空が飛べるのもいいよね。ゲームじゃないとできないことだし。それは俺も同じだな。でも実は最初、男が妖精のアバターになるのってどうなるか少し心配だった。そうだよね。妖精ってキラキラしたイメージだよね。でもキリト君、そのアバター似合ってるよ。そうかな。それを言うならアスナはもともと綺麗だし、妖精のアバターすごく似合ってる。綺麗だ。キリト君。もう言った本人が照れないでよ。私まで恥ずかしくなってきちゃった。でもすごく嬉しい。ありがとう。この扉、魔法で封印されてるみたいだね。ということは物理攻撃じゃ破壊できないの？そうみたいね。これじゃあ先に進めないわ。となるとおそらくこの扉の封印を解除する仕掛けがあると思うんだけど、ここに不自然に穴が開いてるぞ。石板か何かを収めるのかしら。怪しいわね。他にも何かあるかもしれないな。この辺りを散策してみよう。わかった。みんなちょっとこれを見てくれ。何か書いてあるよ。通るのこっち？あ、さっき移動してる時にこの先に農場みたいな場所があるのが見えたわ。きっとその農場のことを言ってるんですよ。扉を開けるヒントがあるかもしれないわね。ああ、それじゃあトールのコーチに行ってみようぜ。オッケー。
全部倒したな。やったね。数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったらヤバかったかもしれないけど、この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。 ALO 面白いじゃない。ああ、今回は雑魚敵だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ、純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。さすが生粋のゲーマーは違うね。しかもキリト君ってば相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。ああそうだったな。そう、俺は SAO から生還し、退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃、お兄ちゃんちょっといい？妹のスグハ、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、 SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。まあアルブヘイムオンラインだな。そして空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そう、そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人結城アスナ、彼女とは SAO の中で出会った。さまざまな出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、俺たちは深い絆でつながれた。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で確かに得たものがある。そう感じていた。でお兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは実は天才科学者だった、それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような大衆に向けて用意されたものだった。歌姫セブンは12歳ながら、その天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名七色アルシャービン女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだろ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて考察した論文がいくつも掲載されてたぞ。よく知ってるね。俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたいと思ってた。だからこの幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。 SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。うん、そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど、12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姫の七色に透き通るような歌声が世界を照らし、種族同士の争いを止め、和平の道へと誘う。ALO ってプレイヤーキルがあり、あ、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないか。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VRMMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。
プレイヤーがいるぞ。よし、ここのモンスターの討伐は完了した。次に進むぞ。ああ、他のプレイヤーに先を越されるわけにはいかないからな。行っちゃったね。あいつら、あの様子だと結構上級者みたいだな。ここのフィールドに来ているパーティーだもの、腕に覚えがある奴らだと思う。もしかすると私たちのライバルになるかもね。一体どこのギルドだったんだろう。さて、私たちもクエスト進めようよ。ああ、そうだな。ヒントが見つかるといいよね。ああ、片っ端から調べてみるか。